新型モンスターに乗ってきました。いやーすごい軽くなりましたね、このモンスター。いやびっくりです。まあね、乗りやすいですよ、すごく。まあ、シート高が低くなったっていうのもありますけど、それ以上に乗り味が軽快、すごく乗りやすいです。やっぱりこれはね、軽さが寄与しているのはかなり大きいんじゃないですかね。まあ今回は街乗りのみになります。高速道路も行ってないし、ワインディングも試してないので、まあ一部の試乗インプレッションになるんですけれども、でもね、この変化はね確実に分かりますよ。もうね、なんだろう、ほんと軽快で操りやすい感じ。やっぱりね、自分の予想してた SV650 に近い感じで、 SV650 とどうかっていうのはもうちょっと乗っていかないと、そこまではちょっとまだ分からなかったんですね。街乗りだけではかなり軽快です。で、乗りやすいです。これだったら本当は初心者とか、まあ、筋力のない女性が乗ったとしても全然問題ないんじゃないかなっていうぐらい扱いやすいですね。都内の、まあ、市街地を結構ちょこちょこちょこと回ってきたんですけども、で、まあ、ある程度道が車いないときはね、ガバッとアクセルを開けて、まあレスポンスもいいです。で、Lツインらしい加速の仕方、トルクの感覚もありましたんで、それをね全部こう軽快にした感じっていうのかな、すごくそれで乗りやすいだけじゃなくて楽しいですよ。いや、これね、もっと回したかったし、もっと高い速度域も試したかったですね。いや、これはねすごい。で、もうね、そのリッターに近い排気量なんですけど、もうね 400cc、 いや250ぐらいの感覚ですよ。それぐらい軽快で軽い。まあ車重も軽いんでしょうけど、この乗り味自体がほんと軽くなりました。で、ハンドルも以前のモンスター、まあ、1200ですけどよりもちょっと近めになってるし、そのハンドルを握って車体を傾けるその感覚もすごい軽いんですよね。すごくちょこ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 、こうね、街の中のその細かい道を行くときでも扱いやすかったです。コーナリングもちょこっとですけど、まあ割と中速コーナーみたいなところがあったんで、そこでまあセルフケアでスッと入ってったら、まあこれが楽しい。スッと入ります、スッと。でね、まあ速度域がまだ高くないんであれですけど、割とね両輪の、まあ、トラクションをしっかりと感じながらスッといけるんで、割とコントロールしやすそうだなとは思いました。まあちょっと近い、まあ試してないんでちょっとそこまでは強くは言えないんですけど、これワインディング行ったらね、かなり軽快じゃないかな。で、そこでアクセルをねもうちょっと強く当てられれば、バンクも深く入れるだろうし、まあその加速感、トルク感っていうのも味わえたんでしょうけど、まあちょっと街乗りなんでね、そこまではちょっとできなかったですけど、でもそれを予感させるような、まあ旋回能力を感じました。まあでもあれぐらいじゃ旋回能力っていうまで言えないんだけど、まあね、これ面白いですよ。で、なんだろう、前みたいにフロント荷重にする必要性もなくススッといけるところが、なんだろうな、ドカっぽくないっていうか、すごくフレンドリーな感じ、フレンドリーにドカの良さを味わえる。その良さっていうのは鼓動感とか躍動するような、そのエモーショナルな感じね、ワクワクする感じが本当気軽に楽しめる感じがしました。ただね、ちょっと今日は31度ぐらいの気温だったのかな、渋滞にちょっと はまるんですけど、暑くなります、暑いです。やはりそこはリッタークラスのエンジン、排熱は結構あります。まあ、あちちちちとはいかないけど、でもそこに近いぐらいの暑さになってきますね。で、やっぱりそこから渋滞抜けてスッと走り出せば、まあ、エンジン冷えてくるんでしょうけど、これ渋滞ばっかりだとかなりきついかもしれないですね、熱はね。なんかね、スリムになったからなんか熱量も少ないのかなと思っ
ったんですけど、熱量はありますね、やっぱりね。まあね、リッター近い排気量あるから、まあそれは当然なんでしょうけれども、ファンがヒューッと回り出しましたよね、すぐにね。大丈夫かなっていう感じがして。で、まあ下のトルクもしっかりありますね。だから、まあコントローラブルにかなりいくんじゃないかな。まあ L ツインに慣れてるからかもしれないんですけど、その下の出方っていうのが若干その SV650 とは違うかな。SV650 の方がもうちょっとマイルドにススッと出てくるかもしれないですね。L ツインらしさはそこで同じ V 型でもちょっとフィーリングが違うかもしれない。ただ、まあ慣れてしまえばもう本当軽快に行けるし、いや本当乗りやすくなりましたよ。だからこれね、なんだろう、まあ今アスファルトの上を、まあ、走ってきましたけど、なんだろう、ちょっとした砂利道とか、まあ、砂地のところでもこれだったらなんか安心して入っていけるような感覚。まあもちろん初心者の人がね、乗り慣れてない人がいきなり砂利とか行ったらそれはこのモンスターでも無理だけど、まあなんだろう、すごくリッターバイクを、うわこの砂利大丈夫かなっていう感じは全くない。もう全然安心していけそうなぐらい、もうそれぐらい扱いやすくなってますよ。でなんだろう、リアブレーキが前より効きますね。軽くなったからかな。すごい効くってわけじゃないんですけど、今までのモンスターよりもリアブレーキが効きますね。まあ軽くなったからなのかな。すごい効くってことじゃないんですよ。ただ比べると今までよりは効くなっていう感じ。まあフロントはねがっつり効きますよ。そこはねもちろん効くんですけど、まあそのねブレーキ性能を使ってのライディングっていうのは今回はしてないんで、ちょっとそこはまだ深掘りする余地はあるんですけど、このね扱いやすさから来る安心感、それから足つきの良さ、まあ足つきはねここまで良くしなくてもいいなとは思ったんだけど、あ、それでやっぱりね最初はローシートのまま買わなきゃいけないみたいです。で後から、まあ、サスペンション交換したり、その厚みのあるシートのキットを買って組むっていう感じになるようなので、最初はみんなこのローシートからローサスペンションで行くようです。で別にサスペンションごと変えるんじゃなくて、サスペンションの中のバネを交換するらしいです。でハイシートっていうのも用意されてるみたいで、まあハイシートを選ぶっていうその目的はちょっとよく分かんないけど、まあそうか、背の大きい人とか足の長い人はねあれかもしれないな、ハイシートにしないと窮屈になるのかな、まあちょっと分かんないですけど、まあとにかく最初はローシートのままだそうです。いやね、今までのモンスターの、まあ、ある意味重厚感っていうのはなくなりましたよ、そこは。でこの軽快さはね、ほんと別物のバイクのような軽快さなんだけど、乗るとやっぱりモンスターなんですよ。そこがすごいんだよな、ドカティってな。ストリートファイター V4S の時もそうだったんですけど、ドカっぽさはあるんだけど、それをなんかすごく乗りやすくしちゃってるんですよね。で普通乗りやすくしちゃうとそのらしさが消えちゃうんだけど、ちゃんとあるんですよ。それがすごい、そのちゃんと残しつつ乗りやすくしてるっていうのがすごい。これはね、ほんとね、いろんな人が乗れますよ、これだったら。で、この L ツインの楽しさも、いろんな人が味わえる作りになってると思う。これね、ほんと早くね、ちょっとワインディングで試したいですね。かなり面白いんじゃないかな、これな。まあ、今回ほんとに都内の、ほんと、なんだろう、こちゃこちゃした細かい道を入ったんで、だけどもう U ターンとかもねすごく気軽にできますよ。やりやすい。前みたいっていうか、前のモンスターだとやっぱりちょっとビビりながらする感じだけど、そういうの一切ないです。本当に扱いやすいし、まあ、ハンドルを持ってこうね、ハンドルを曲げて曲がるみたいな動作、超低速の動作もすごくやりやすいです。だからこれ一本橋乗ったらすごくうまく長く乗れるんじゃないかなっていうぐらいの感じがします。で軽くなってリッターに近いバイクで軽くなって良くなったっていうのをちょっと思い出したんですけど、トライアンフのスピードトリプル 1200RS、 あれもすごい軽くなって、パワーがあるのに軽くなってすごくいいなと思った点は似てるんですよ。ただ排気量はねちょっと向こうのが全然大きいんだけど、ただスピードトリプル 1200RS はもうちょっと重厚感が残ってたんですよ。残っていながら軽快さがあった。だけどこのモンスターはその重厚感
重さの感覚はほぼない。なくなってます。ほんと気軽に乗れちゃうと思う。すごく乗りやすい。だからその今の街中の速度域を超えたところでどう変化するのか、どういう顔を見せるのかっていうのはこれから楽しみですね。これちょっと高速道路も含めもうちょっと高い速度域でどうなるのか。だからサスペンションの粘り具合とか、なんかね、街乗りの感じだと割とちょっと柔らかめの印象はありました。ただちょっと、まあ街乗りだけなんでわかんないです。もうちょっとしっかりね、踏ん張らしてないからね、わかんないんですけど、まあひらひらいける。すごく安心して乗れる。このね、Lツインをこれだけ気軽に乗れるってこれ大革命じゃないかな。